深みのある青と独特の風合いが魅力の阿波藍。この江戸時代からの伝統文化を全国に発信する取り組みが行われています。飯泉知事が会見で着用しているマスクも藍染め。鮮やかな青色が映える上、藍が持つ抗菌や消臭効果があると言われており、この藍染め工房には注文や問い合わせが県外からも寄せられています。藍染めってこうちょっとやっぱまだ古いイメージが強いと思うんですよ。でももうこう現代のおしゃれに加えたりとか、こうやってマスクいろいろアレンジしたりとか、若い子からねいろいろ広まっていってほしいなと思います。藍染めに使われるのがこのすくも。藍の葉を発酵させる伝統製法で作る天然の染料で阿波藍と呼ばれます。この阿波藍で染めると洗っても色落ちしにくく、木や皮、陶器なども染められます。最近では食品にも応用され、和菓子やお茶などの新製品も登場しています。この徳島の藍文化の継承と発展のため去年設立されたのが一般社団法人藍産業振興協会です。一番の目的はその阿波藍の増産、生産量が少なくなってきてるから、若い人の参入がもっと増えてくれればいいなと思ってます。阿波藍の振興のため、横に広がって成長する藍をまっすぐ上に伸びる品種への改良や、通年栽培できる改良も進められています。葉に含まれる色素も従来より多くなっています。昨年度は阿波藍が持つ豊かな歴史や文化ストーリーが文化庁の日本遺産に認定されるなど、藍のふるさとである本県に全国から熱い視線が集まっているところです。藍といえば徳島との認知度が高まるよう、ブランド力の一層の強化に向けしっかりと取り組んでまいります。さまざまな製品に生かされ、多くの人の心を捉える阿波藍、その魅力に改めて触れてみてはいかがですか。